ここは鎌倉フラッシュ13番別館ですね。この場所は前から知ったんですが、この中に入るのは初めてです。別館、これが本堂ですね。そしてこれの境内にですね、藤の花が綺麗に咲いてますね。藤の花綺麗ですね。そしてここさりもあるんだな。市指定有形文化財、石造り宝塔一揆。あ、これは本当だね。これは素晴らしいな。足利が、持ち宇治っていうのかね。これは素晴らしい宝塔だね。これは素晴らしい宝塔だ。そして、虹の花がですね、見事に咲いてますね。これはあれだな、この紫色のようなのとかって、うちの花はね、結構鎌倉の市内には少ないね。ところがね、まだ満開じゃないけど、これから華やかになるのかな。どんどん、ね、まだまだこれ五分咲きぐらいなのかな。 ね、この中にね、なんと仏壇がある。そしてこちらではずっと人がいますね。ちょうど今4時半だからね、後ろが差し込んで、ああ、きれいだな、これは。藤の花がね、見事だ。紫色の藤の花が見事。そしてこの五輪塔がここにある。これが道だからね、ちょっと 道から入っちゃってるんで、この五輪塔からこれ言います。